それだ！ああ、さっぱりわからん。この時代のレビィに聞いた方が良いかもしれんな。いや、いかん。この時代の人間に干渉してはならん。さて、どうしたものか。そこの猫の人。私だ。妙な格好だな。最近の流行りか。まあな。それはいい。この辺りをマフラーをした桜色の頭と裸の黒髪が通らなかったか。夏とグレイか。ん？なぜ名前を知っている。しまった。ああ、いや、多分その二人なら向こうの方だ。二人とも名前を叫び合っていたからな。覚えてしまった。そうか、すまない。私もケーキくらいでムキになって情けない。まるで子供だ。謝るんだろ。なんだと。私が謝るだと。知ってるさ、お前は謝る。謝るもんか。ケーキを食べたあいつらが悪い。バカ者め、素直な気持ちをぶつける勇気もないのか。仕方のない奴だな、私は。